西側諸国から供与されたたウクライナ空軍の F-16 戦闘機が墜落しましま29日付のアメリカのウォール・ストリート・ジャーナル・電子版はアメリカの当局者の話としてウクライナに供与され実戦に投入されたアメリカ製の F16 戦闘機が今月26日に墜落したと伝えました。 墜落の原因はロシア軍の攻撃によるものではなく操縦ミスだと見られているということです今月4日までに NATO 北大西洋条約機構の加盟国から供与された最初の F-16 がウクライナに到着しゼレンスキー大統領は供与された F-16 が26日に初めて戦闘に参加し ロシア軍のミサイルを撃墜しししたたと明らかにしていましたウクライナ空軍は現在、国内に配備されている F16 の数を公表していませんがウォール・ストリート・ジャーナルはアメリカの当局者の話としてこれまでに6機がウクライナに到着していると伝えています。